どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、キャンプエスケープセレメント PS4 というモッドになります。こちらのモッドはですね、制作者さんの手によって新たに居住地が追加されるモッドとなっております。マッドロックス氏制作の居住地モッドとなっておりまして、とても作り込まれた居住地となっております。もちろんですね、通常の居住地と同じ扱いとなっておりますので、入植者の移動や供給ラインの方も結べるようになっておりまして、クラフトの方も可能となっております。またこちらのモッドを導入する際は、すべてのダウンロードコンテンツが必要となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、自分の場合はですね、解体モッドの下にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような居住地が追加されたかご紹介の方をしていきます。居住地が追加される場所なんですが、ボルト111から南にありますコチュチュエート湖の湖岸沿いとなります。近くで言いますと、ネイティック警察署やネイティックバンクスなどがある場所となります。
簡単な紹介となりましたが、マットロックス氏制作の居住地が追加されるモッドとなっております。とても作り込まれた居住地モッドとなっておりますので、またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。